中4万4千の光の働き手と1万2千の途中君子の違い。1万2千の途中君子とは、創造主が世の中に出生するとき、創造主と共にする光の働き手たちのことです。中4万4千の光の働き手たちを、創造主が世の中に出生するとき、神王と神父に例えるなら、1万2千の途中君子たちは、創造主の復神であると同時に、創造主の秘密兵器に例えられます。中4万4千の光の働き手たちを、創造主が世の中に出生するとき、一般行政職公務員に例えるなら、1万2千の途中君子たちは、司法試験に合格した特別職公務員に例えられます。中4万4千の光の働き手たちを、人間の肉体をまとった創造主の手足に例えるなら、1万2千の途中君子たちは頭に回答します。中4万4千の光の働き手たちを大宇宙に派遣される外交官に例えるなら、1万2千の途中君子たちは創造主が統治する詩篇でのみ働く専門職の高位公職者に例えられます。中4万4千の光の働き手たちを王や貴族の身分に例えるなら、1万2千の途中君子たちは聖人や英雄に例えられます。1万2千の途中君子たちは地上に降りてきた創造主を奉仕するために受肉した天使長たちのことです。1万2千の途中君子たちの中で、地上に降りてきた創造主を最側近で奉仕する役割のある天使ほど、宇宙的身分が高いです。1万2千の途中君子たちの中で、肉体をまとった創造主を最側近で遂行する役割のある天使ほど、創造主に対する忠と純従さが非常に高いです。1万2千の途中君子たちは、地上に降りてきた創造根源の大宇宙統治を手伝うために、受肉した天使長たちのことを言います。1万2千の途中君子たちは、地上に降りてきた創造根源を奉仕するために、受肉した19次元のユトピアンたちのことです。1万2千の途中君子たちは地上に降りてきた創造根源が広げる神聖政治を手伝うために受肉したユトピアン天使たちのことです。1万2千の途中君子たちは天で高い官職についていた19次元の神官グループのことです。1万2千の途中君子たちは天で宇宙最高の情報を扱う19次元の神霊グループのことです。1万2千の途中君子たちは地上に降りてきた創造根源とともに物質世界の神秘への建設するために受肉した神官グループのことです。1万2千の途中君子たちは地上に降りてきた創造根源とともに天の真理を地に広げるために受肉した神霊グループのことです。1万2千の途中君子たちは肉体をまとった創造根源が神聖政治を展開することを奉仕するために受肉した天使長たちのことです。1万2千の途中君子たちは
地上に降りてきた創造根源とともに、古典の時代に高次元の物質文明を開くために樹肉した19次元の振動数を持った天使たちのことです。1万2000の突君子たちは、地上に降りてきた創造根源とともに、古典の時代に高度な精神文明を開くために樹肉した霊魂グループのことです。1万2000の突君子たちは、地上に降りてきた創造根源とともに、古典の時代を開くために樹肉した天女の教書たちのことです。1万2000の突君子たちは、創造根源を放射する目的で創造された各分野の最高の専門家霊魂グループのことです。1万2000の突君子たちは、創造根源の大宇宙統治を放射する目的で創造されたユトピアンのことです。記録の必要性があり、整理の必要性があり、この部の残します。2022年5月16日、ウデッカ。